ハンタウイルスの電子顕微鏡造人症候性。出血熱とは、ハンタウイルス属のウイルス感染を原因とする人獣共通感染症。ハンタウイルス属は、ブニアウイルス科に属する RNA ウイルスの一族。自然宿主は、月脂類であり、月脂類では不健性感染を示す。人への感染は、感染動物の排泄物のしぶきを吸引することにより、 あるいは交渉を受けることにより成立する。人での症状は、発熱、頭痛、腎不全、皮下及び臓器における出血。治療は、対症療法による。腎症抗生出血熱の原因ウイルスは、ブニアウイルスかハンターウイルス属に属すハンターアンウイルス、ソウルウイルス、ドブラバウイルス、タイランドウイルス、プーマラウイルス、アムールウイルス、スシャングウイルス、などが挙げられる。 プーマラウイルスは病原性が低く、それによって引き起こされる病名は流行性腎症と呼ばれている。1931年に中国北東部で最初に記録され、1955年以降多くの地区で感染している。中国では31の一級行政区中28の地域で土着感染しており、世界中の HFRS 患者の90%を占めている。 中国では1950年から1997年の間に患者120万人と死者4万4300人が発生した。中国本土の各県での HFRS 上位6、昭和、国立高省、山東省、石江省、河南省、河北省及び湖北省で患者の約70%は上記の6省から報告された。 新疆ウイグル自治区、チベット自治区及び青海省のみが一度も HFRS 患者を報告していない。プロメド情報詳細2 0 7万1005から7000をタイトル系肝要素とハンターンウイルス関連の人症構生出血熱2007年9月30日、米国大事の腎臓を大量に買う韓国から2万、数千個軍事研究などに使う。 朝日新聞1977年3月9日13番23面。ありがとうございます。